休憩前に引き続き会議を開きます。日程第4、第85号議案、平成25年度多摩市介護保険特別会計補正予算、括弧第2号括弧凸を議題といたします。提出者からの提案理由の説明を求めます。はい、安倍市長。ただいま議題となっております第85号議案について提案の理由を申し上げます。本補正予算は歳入歳出予算をそれぞれ342万4000円増額し、予算総額を76億7799万5000円とするものです。まず歳入ですが、基金繰入れ金として342万4000円を計上しました。次に歳出については国庫支出金返還に関する経費として342万4000円を計上しました。国の会計検査院の検査により、本市が国から交付を受けていた介護保険の普通調整交付金が過大に交付されていることが判明したため、介護給付費準備基金を取り崩し返還するものです。よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。以上です。これをもって提案理由の説明を終わります。お諮りいたします。本案については会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。これより第85号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第85号議案、平成25年度多摩市介護保険特別会計補正予算、括弧第2号括弧凸を挙手により採決いたします。本案は原案のとおり、決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。日程第5、第86号議案、多摩市公共下水道事業、括弧事業の一部を括弧凸を、東寺方雨水排水非管回収事業業務委託契約の締結についてを議題といたします。提出者からの提案理由の説明を求めます。はい、安倍市長。ただいま議題となっております第86号議案について、提案の理由を申し上げます。法案は局地的な集中豪雨に対応する浸水対策として、東寺方1丁目地内にある東寺方排水機関にポンプ施設を設置するための業務委託契約の締結について承認を求めるものです。このポンプ施設は集中豪雨時に大栗川の河川水位が上昇した際、逆流現象による浸水を排除することを目的として設置するものです。本契約は公益財団法人東京都都市づくり公社を受託者とする3カ年の業務委託契約とし、1年目は設計作業を行い、2年目に土木建築工事、3年目にポンプ施設本体の機械工事及び電気設備工事を行う予定です。よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。以上です。これをもって提案理由の説明を終わります。お諮りいたします。本案について会議規則第36条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。大野議員。先ほど補正予算の審議のところでも関連する質疑があったんですけれども、契約相手方の都市づくり公社に関係してお聞きしたいと思います。先ほどのご答弁の中ですと、昭和36年にこの公社ができて、多摩地域を中心に東京都、あるいは八王子などの市が、これに対して設立に関わったというお話なんですけれども、具体的にもう一度その成り立ちについてご説明いただけたらと思います。三雲下水道課長。ご指摘をいただきました東京都都市づくり公社でございます。先ほどご答弁をさせていただきましたけれども、昭和36年に発足をいたしました公益財団法人でございます。
出資の団体といたしまして、東京都並びに八王子、青梅市、町田市、福生市、羽村市、日野市の6自治体からの出演によりまして、発足した団体でございます。主たる事業内容といたしまして、特に下水道事業につきましては、東京都におきましては一部建設発生土の再利用運営ということをやって行っておりますけれども、主に多摩地域の下水道の整備の促進に寄与している団体でございます。小野議員。今のご答弁、それから先ほどのご答弁の中でも、本市でなかなかこうできない部分というものをこういうところにお願いするという趣旨があるんだと思うんですけれども、確認したいんですが、先ほど他市でもこういったところに工事をお願いする例が多いと聞いているんですが、この校舎に関しては多摩地域を中心にという話だったんですけれども、区部に関しては実態としてはどうなんでしょうか。また全国的に、例えばこれは東京都がおそらく関わっているので、東京都内、特に多摩地域はこの校舎というのがあるんだと思うんですけれども、他の、なんでしょう、都道府県というか、東京都以外のところはどういう状況なのかということについて、お分かりになればお示しいただけたらと思います。はい、三雲下水道課長。はい、ご答弁申し上げます。区部におき、東京都におきましては、区部の下水道施設の対応につきましては、東京都の下水道局が対応してございます。また、三多摩地区におきましては、私ども自治体、さらに、都市づくり公社といったところが主体になって、下水道整備等に邁進をしているという状況でございます。また、他府県の状況ということになると思いますけれども、今現在調べた範囲の中では、公社という組織はございません。全国的には、日本下水道事業団という行政代行型の業務を推進する事業体がございますので、そちらが主に下水道事業の施設備の整備ですとか、管理運営等を行っているという状況でございます。小野議員。今のご説明で分かるのは、必ずしもすべての工事を東京都内であっても、こういうところにお願いするということでは当然ないわけで、簡単なことを言えば、ノウハウがあるのかとか、なんていうんでしょう、その辺の問題っていうのが大きいのかなと思うわけですが、逆に言えばですね、他の地方にはこういうものがないっていうことが、どういうことなのかというのは、受け止め方によってもいろいろ意見はあろうかと思いますけれども、一方で、本市の課題としては、先ほど小林議員もおっしゃってた、なかなかこういうノウハウを持った人をいかに自治体で作っていくのかということも一つの課題だと思うんですけれども、そういった取り組みについては、先ほどもご答弁があったかと思うんですけれども、改めて本市でそういう人材育成という観点から、こういった類の問題について取り組むということについては、どのようにお考えなのか、改めてお伺いしたいと思います。三雲下水道課長。ご答弁申し上げます。現在、先ほどお話しさせていただきました、多摩地区を中心にですね、東京都都市づくり公社につきましては、都市区画整理事業ですとか、道路、公園、下水道事業といった都市基盤の整備を行ってございます。都市づくり公社につきましては、行政代行型の法人として、先ほどもご答弁をさせていただきました。今回の工事につきましても、技術力の問題ですとか、あるいは事業の効率性を考えた場合に、大いに役立つ団体であるというふうに私ども認識しております。それから現場におきましては、調査設計ですとか、積算だとか、あるいはその工事、それから工事に伴います施工管理等も含めて、最終的には会計検査等の受験といった一連の作業も、この校舎では私ども、市の職員とともに同席できる仕組みになってございます。そういう意味から、情報の共有性だとか、スキルの高いその職員の育成ということも関連としては出てまいりますので、こういう関係機関との協議と運営調整の中で、職員のレベルアップに邁進していきたいというふうに考えているところでございます。他に質疑ありませんか。遠藤千尋議員。はい、それではこちらの雨水、排水の業務委託契約についてですけれども、このお話はですね、2つ問題があると私は思っております。
一つは先ほど来答弁にもありますけれども、この校舎確かにまあ良い法人なのはよく分かりましたよ。しかしそのじゃあなぜね他社は入れないのかっていう随意契約の問題、なぜ一般競争でやらないのかっていうところですね。会計検査への同席が可能だとか、まあ、お話もありましたけれども、例えばじゃあ民間のコンサルタントとかゼネコンはこういったことができないんでしょうかね。ここの校舎だけしか絶対的にできないっていうんであれば、これはまあ匿名随意の理由もね分からなくはないんですが、なぜここだけを随意契約でお願いするのかというのはそこは1点問題がある。もう1点の話としましては、先ほど小林議員や大野議員おっしゃってましたが、じゃあ今後もですね市内で下水道や上水道さまざまな工事が発生した場合において、また同じフレームでもって、つまり多摩市の職員には技術力がここまでないから予想でお願いしましょうと、その際にまたこの校舎が出てくるのかという、ね、こういうふうなことをいつまで繰り返すんでしょうかというところの部分で、何らかの道筋が見えないとこれ容易に賛成できないと私は思っているわけですけれども、まず今申し上げた総論的な部分で2つ問題を指摘いたしました。市の見解を伺います。三雲下水道課長。ご答弁申し上げます。今回の同校舎につきましては、先ほどお話をさせていただきました行政代行型の法人ということで、多摩地域の都市基盤整備を実施しているという団体でございます。多摩市におきましては、通常下水道施設の維持管理ですとか更新事業につきましては、市による直営での施工管理業務を行っております。今回の工事につきましては、赤道小川原雨水排水ポンプ場と同じように技術的にもですね、難易度の高い業務、あるいはその事業がある意味では集中して短期間に行うという点から考えますと、業務委託をお願いするというのは前提になってくると思います。今回の業務委託につきましては、この校舎につきましては、先ほどお話しさせていただきました行政代行型法人ということでございます。手続き的にも市と同等の手続きをさせていただくというような状況でございまして、そういう意味では適切にですね、各建設の事業体の参入を得て行うということでございます。なおその入札とか手続きの方法につきましては、同様に総合発注ですとか総合評価方式ですとか、そういった適切な処置における技術度の高い業者を選定しながらこの事業を進めていくというような状況でございます。なお今回の事業につきましては、校舎にお願いする予定でございますけれども、今後につきましては、今回の事業がおおむね3カ所目の雨水排水機関の工事ということになりますので、一応これについてはここで完結するということでございますので、将来にわたってまた引き続き校舎にお願いするということは、次のステップとしての判断というふうに考えておるところでございます。はい、長尾都市整備部長。すみません、今、下水道課長の方からご答弁申し上げたことで、ちょっと補足させていただきますと、校舎の方にお願いする理由というのは大きくは2つ、ノウハウとボリュームです。で、一定限以上のボリュームの業務を集中してやらなきゃいけないような場合、この場合はアウトソーシングという意味も含めて、校舎にお願いをするというのは、合理的な手法ということで考えております。先ほど下水道課長ご答弁申し上げましたとおり、行政代行型の手続きができるところというのは、残念ながら他にはございませんので、その点はご了承いただきたいと思います。遠藤千尋議員。お話はね、少し見えてきた部分があると思うんですが、もう少し事態を明確にするために、この法人について少しご説明いただきたいんですけれども、東京都都市づくり公社、名称が最近変わりましたね。まずここの年間の売上ですとか人員体制、この辺について今数字があれば伺いたいと思います。なぜかと言いますと、この都市づくり公社がどういうふうな性格を持っていて、例えば理事長はどういう方で、この方はどういうバックグラウンドを持っているのか、私も私で調べてはいるんですが、まず行政側で伺いたいと思います。三雲下水道課長。ご答弁申し上げます。この都市づくり公社につきましては、先ほどお話しさせていただきましたとおり、昭和36年に発足した財団でございます。今人数につきましては掴んでおりませんけれども、後ほどご答弁をさせていただきたいと思います。この財団につきましては、出資団体が
おおむねですね、東京都、それから6自治体ということで、行政からのその出演によって、多摩地域の下水道事業等を含めて、区画整理も含めてですね、事業を行うというところから、公益性が高い財団であるというふうに私ども認識しております。まあ、そこに行政代行業務ということが付加されておりますので、同じように行政と一緒にまちづくりもできるというような状況でございます。理事長。理事長につきましては、東京都からの執行職員でございます。三雲下水道課長。申し訳ございません。もう一度ご説明をさせていただきたいと思います。まあ、設立の一応まず目的ということでございます。都市づくり公社ということでございまして、都市のその総合的な整備および地域開発を促進すること、まあ、これを大きな目的といたしまして、東京の秩序ある発展に寄与するということを目的とする財団でございます。主要な事業といたしまして、先ほどご説明させていただいておりますけれども、土地確定事業ですとか、下水道事業、宅地造成事業等を行っていることでございます。まあ、役員数ということでご提示させていただきたいと思います。まあ、常勤の職員が4名、それから非常勤が6名ということでございます。常勤の職員のうち、都から その退職者ということで2名ございます。また非常勤の職員といたしまして、都の退職者1名ということでございます。常勤職員室につきましては、今現在、下水道のみならず全体でございますけれども、258名の常勤の職員数があるということでございます。遠藤千代議員。まあ、八王子にあるかなり大きな組織なんですね。で、この中村、理事長中村雅彦さんという方はですね、まあ、パブリックの方だから名称を言ってもいいと思いますけれども、東京都の元知事室長であり、元教育長。そこまでやられて、この校舎に行かれたという方ですね、まあ、典型的な外郭団体であり、あまり褒められた話じゃないですか、まあ、いわゆる地方公共団体の天下りと言っても過言ではないと思うんですが、まあ、その校舎が今回、行政代行型法人として、非常にこういったものを受注しやすいとポジションにあるということが、このまず随意契約をこちらも出さざるを得ない部分における前提としての問題ではないかというふうに思っております。まあ、この都市づくり公社への発注はね、そんなに頻繁にあるものではないかもしれませんけれども、私としてはこういった部分でまず釘を刺しておきたいし、この際、さらに多摩市における随意契約の発注のね、基準についても確認しておきたいと思います。今回のこの委託契約の締結ですが、不落随意契なのか、少額随意契なのか、緊急性があるのか、それともまあ匿名なのか、この辺も伺いたいと思います。それぞれどのような条件の下でこういった随意契約がなされるのかについても付き願います。はい、松尾総務契約課長。はい、今回のこの下水道事業の契約につきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、こちらの不動産等の買い入れ、または借り入れ、普通公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工、または納入に必要に使用させるため、必要な物品の売り払い、その他の契約で、その性質、または目的は競争入札に適さないものということで、このところに該当するということで、匿名随意契約ということで考えてございます。その他、こちらの随意契約自体については、地方自治法の中でも認められておる契約方法でございます。まあ、基本的には契約ということであれば、競争性、また透明性等を確保するということが原則ということではございますが、まあ、それによりがたい場合は、この地方自治法のこの施行令等に該当するものについては、随意契約でも構わないと。
ということで、まあ、認められているというところで、理解をしてございます。遠藤千代議員。あ、元井、三雲下水道課長。先ほどのご答弁の中で、もう一点ご発言させていただきたいと思います。公社における下水道事業ということで、それの売り上げということでご認識いただきたいと思います。平成24年度までの間でございます。発足時から平成24年度までの間では、下水道事業といたしまして、公社の売上高といたしましては、4248億800万というような数字が出てございます。遠藤千代議員。今、総務契約課長の方から話があった、いわゆるそれによりがたい事情があれば、随意契約も可能であるということですけれども、本件はどの辺がよりがたいというふうに該当したんでしょうか。はい、松尾総務契約課長。はい、今回の業務につきましては、所管課長の方からもご説明をしておりますが、非常に特殊性があるということ、またマンパワーの部分でございます、この辺のところ、また効率性のところ、こうしたところを総合的に勘案をしてございます。まあ、単なる価格の競争ということだけではなしに、まあ公益財団法人として設計、発注、入札、また現場管理、施工管理が行える専門職員、こうした職員を抱え、また契約制度等についてもきちんと体制が整っている、こうしたところに随意契約でお願いをすることで、職員のマンパワーを補い、短い工期の中で質の高い工事が確保できるというところで、匿名随意契約ということで考えてございます。遠藤千代議員。通常ね、その緊急性があるとか、もしくは人命が目の前に瀕しているとか、そういった話であれば、ね、当然可能性といいますか、総合的判断で納得できる部分はあるんですけれども、この小川原や寺方の浸水が発生したのは平成20年ですよね。そういう意味では、いろんな可能性といいますかね、いろんな、検討があってよかったのかなと私は思っておりますし、今後についても先ほど答弁ありましたけれども、こういった行政代行型法人というんですか、こういうふうなものに対しての安易な発注というものは、熟慮を要するといいますか、慎重に行っていただきたいと思いますが、最後に改めて見解を伺います。長尾都市整備部長。私ども、決して安易に運用しているわけではございません。最もその合理的な手法ということで、ご提案をさせていただいているところです。先ほども申しましたように、そのノウハウの部分、それからボリューム的に対応せねばならない部分、こういった部分というのは、先ほどご質問者おっしゃったようなその条件の中で言うならば、まさしくその市が十分に対応できない部分をカバーリングしてくれる、そういう団体というふうに位置づけております。これからも先ほどお話ございましたけれども、いろんなこれから工事が出てくる可能性があって、市の職員だけではカバーできない部分というのは十分に可能性があるというふうに思っておりますので、安易にということではございません。しかしながら、十分に吟味した上で、お願いすべきものはお願いしたいというふうに考えております。遠藤千代議員。じゃあ、もう一個確認ですけれども、この東京都の公社以外にこういう技術を持ってないってことはないわけですよね。例えば民間のコンサルタントがジョイントベンチャーみたいに入って、そこに話をしたってできることはできるわけですよね。そこだけ確認しておきたいんですが。長尾都市整備部長。こういった特別な工事をやる場合、一般に技術を一番持っているのは多分私の認識ではゼネコンです。やはり国内外を含めていろんな実務をやっていますので、そういったところが一番知っているというふうに考えています。しかしながら、まさかそのゼネコンさんに設計をお願いするということ、これもまたおかしな話になる。それからやはり税金をお預かりして工事をして、そして最後に補助金や何かもいただきながら、その適正性も立証していく、非常に会計検査を受験するということについてはですね、本当に市民の皆さんに不利益を与えないように細心の注意を持って当たっております。
そういったものにきちんとカバーリングをしていただけるというところがですね、やはり最大のメリットですし、これはゼネコンさん、コンサルさん、さすがに検査の会計検査員の前で説明するということはできませんので、そういった部分においては、他に変わるものがないというふうに冒頭ご説明をした内容でございます。他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。これより第86号議案に対する討論に入ります。討論はありませんか。討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。これより第86号議案、多摩市公共下水道事業、括弧事業の一部、括弧都道東寺方雨水排水悲観回収事業、業務委託契約の締結についてを挙手により採決いたします。本案は原案のとおり、決することの賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員であります。よって本案は原案のとおり可決されました。この際、日程第6、第87号議案、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の改正についてから、日程第11、第94号議案、中小企業事業資金貸付斡旋に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの6案を一括議題といたします。提出者からの提案理由の説明を求めます。安倍市長。ただいま議題となっております第87号議案から第89号議案まで、第92号議案から第94号議案までについて、一括して提案の理由を申し上げます。まず第87号議案についてです。本市が加入する東京都市町村議会議員公務災害補償等組合で、地方自治法第286条第1項に基づく協議がなされました。その内容は、多摩六都科学館組合の加入による構成団体の増加、構成団体の名称変更及び地方自治法改正に伴う用語の整理となっています。つきましては、地方自治法第290条の規定に基づき、法案を提出するものです。次に第88号議案についてです。本市が加入する東京都市町村公平委員会の代表団体である東京都市町村職員退職手当組合で、地方自治法第252条の7、第2項に基づく協議がなされました。その内容は、あきる病院組合の脱退による構成団体の減少となっています。つきましては、地方自治法第252条の2、第3項の規定に基づき、法案を提出するものです。次に第89号議案についてです。本市が加入する東京都市町村職員退職手当組合で、地方自治法第286条第1項に基づく協議がなされました。その内容は、地方自治法改正に伴う用語の整理、条文の一部改正及び構成団体の名称変更となっています。つきましては、地方自治法第290条の規定に基づき、法案を提出するものです。次に第92号議案についてです。各公共施設に設置されている自動販売機については、福祉団体等からの行政財産の目的外使用申請により、その設置を許可しています。現在、設置団体から目的外使用に関わる使用料の徴収はしておりませんが、地方自治法第225条の法意に基づく財産の有効活用と、適正な使用の観点に基づき、平成26年4月から徴収を行うことに伴い、条例の一部を改正するものです。次に第93号議案についてです。本市の委員会、審査会及び審議会等の非常勤職員で、公務上の災害等の補償制度が定められていないものについては、地方公務員災害補償法の規定に基づき、非常勤職員の公務災害補償等に関する条例を設けています。当該条例について、船員保険法の労働災害補償の該当部分が、労働災害補償保険法に統合されたことに伴い、
条例の一部改正を行うものです。次に第94号議案についてです。法案は中小企業信用保険法の改正に基づき、多摩市中小企業事業資金貸付斡旋に関する条例の一部を改正するものです。改正内容は同法の一部の項番号が変更されたことに伴い、該当項番号を引用している条文を改正するものです。以上6件につきまして、よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。以上です。これをもって提案理由の説明を終わります。これより総括質疑に入ります。質疑ありませんか。質疑なしと認めます。これをもって総括質疑を終了いたします。ただいま議題となっております。第87号議案、東京都市町村議会議員公務災害補償等組合を組織する地方公共団体の数の増加及び東京都市町村議会議員公務災害補償等組合規約の改正についてから、第94号議案、中小企業事業資金貸付斡旋に関する条例の一部を改正する条例の制定についてまでの6案は、総務上院委員会に付託いたします。この際、日程第12、第95号議案、多摩市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第14、第97号議案、多摩市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてまでの3案を一括議題といたします。提出者からの提案理由の説明を求めます。はい、安倍首相。ただいま議題となっております第95号議案から第97号議案までについて一括して提案の理由を申し上げます。まず第95号議案及び第97号議案についてです。これら2議案については平成25年3月30日に公布された地方税法の一部改正で延滞金の利率が引き下げられたことに伴い、地方税法と同等の延滞金の規定を設けている多摩市後期高齢者医療に関する条例及び多摩市介護保険条例について条例の一部を改正し、延滞金の利率の引き下げを行うものです。次に第96号議案についてです。本案は永山生きがいデイサービスセンターが多摩市総合福祉センターへ移転し、運営を開始することに伴い、多摩市生きがいデイサービスセンター条例の一部を改正するものです。現在、永山生きがいデイサービスセンターとして西永山複合施設にて運営を行っておりますが、建物の老朽化に伴い総合福祉センターへ移転し、平成26年4月から運営を開始します。なお移転後は名称を南の生きがいデイサービスセンターに変更します。以上3件につきまして、よろしくご審議の上ご承認を賜りますようお願い申し上げます。以上です。これをもって提案理由の説明を終わります。これより総括質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって総括質疑を終了いたします。ただいま議題となっております。第95号議案、多摩市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定についてから、第97号議案、多摩市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてまでの3案は健康福祉常任委員会に付託いたします。この際、日程第15、第90号議案、多摩市コミュニティセンターの指定管理者の指定についてから、日程第17、第99号議案、多摩市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてまでの3案を一括議題といたします。提出者からの提案理由の説明を求めます。安倍首相。ただいま議題となっております第90号議案、第98号議案および第99号議案について一括して提案の理由を申し上げます。まず第90号議案についてです。法案は平成26年4月からの多摩市立コミュニティセンターの管理運営について指定管理者制度を継続するにあたり、地方自治法第244条の2、第6項の規定により、コミュニティセンター運営協議会8団体を指定管理者に指定するため提案するものです。コミュニティセンターについては、
その設計段階から運営に至るまで、それぞれの地域の方々のボランティアによる主体的な取り組みがなされ、平成18年4月からは運営協議会が指定管理者として管理運営を行っています。こうした地域の運営協議会による取り組みの歴史や経緯、実績等に照らせば、各運営協議会は市民の主体的活動によるコミュニティ形成の拠点というコミュニティセンターの設置目的を最も効果的かつ効率的に達成することができる団体であると認められることから、指定管理者として指定するものです。この指定にあたっては、各運営協議会からの提出書類及び所管課による実地調査の結果をもとに、所管部課長が構成する多摩市コミュニティセンター指定管理者候補者選定審査会の意見を聞き、個人情報の取り扱いについても多摩市情報公開個人情報保護運営審議会の同意を得ております。また指定の期間は平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間です。次に第98号議案および第99号議案についてです。平成25年3月30日に公布された地方税法の一部改正で延滞金の利率が引き下げられたことに伴い、地方税法と同等の延滞金の規定を設けている多摩市営住宅条例および多摩市下水道条例について条例の一部を改正し、延滞金の利率の引き下げを行うものです。また第98号議案については、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律が改正され、法令名が変わることから合わせて改正を行うものです。以上3件につきまして、よろしくご審議の上ご承認を賜りますようお願い申し上げます。以上です。これをもって提案理由の説明を終わります。これより総括質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって総括質疑を終了いたします。ただいま議題となっております第95議案多摩市コミュニティセンターの指定管理者の指定についてから、第99号議案多摩市下水道条例の一部を改正する条例の制定についてまでの3案は生活環境常任委員会に付託いたします。この際、日程第18、第91号議案、多摩市営長山複合施設駐車場の指定管理者の指定についてから、日程第20、第101号議案、多摩市立高等学校入学準備金貸付条例を廃止する条例の制定についてまでの3案を一括議題といたします。提出者からの提案理由の説明を求めます。はい、安倍市長。ただいま議題となっております第91号議案、第105議案および第101号議案について提案の理由を申し上げます。まず第91号議案についてです。法案は平成26年4月からの多摩市営長山複合施設駐車場の管理運営について指定管理者制度を継続するにあたり、地方自治法第244条の2、第6項の規定により、新都市センター開発株式会社を指定管理者に指定するため提案するものです。この度の指定にあたっては、指定管理者候補者選定委員会を設置し、本事業者が当該施設の設置目的を最も効果的かつ効率的に達成することができる事業者と認められるとの意見を踏まえて指定するものです。また個人情報の取り扱いについても、多摩市情報公開個人情報保護運営審議会の同意を得ております。指定の期間は平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間です。次に第105議案についてです。本条例は平成17年に策定した公共施設の使用料設定にあたっての基本方針及び平成23年度の見直し事項を勘案し、有料化の3指針を基本に、すでに有料化している市内社会教育施設と同様、市内小中学校の学校開放においても、利用者に開放に必要な経費の一部を負担していただくため制定するものです。このことにより、他の社会教育施設等の利用者との公平性の確保や、利用者による一定の費用負担による
持続可能な学校開放事業の継続を図ってまいります。次に第101号議案についてです。多摩市私立高等学校入学準備金貸付制度は、私立高等学校等に子どもを入学させることが経済的に困難な保護者の負担を軽減するために、昭和54年に創設されました。内容は、入学時に必要な資金を35万円を限度として貸し付けるものであり、貸付利子は市が補助し、保護者が貸付金の返済が困難となった場合の債務保証も市が行いました。現在では、国の奨学支援金制度をはじめ、東京都の授業料軽減助成金制度のほか、多摩市社会福祉協議会の実施する低所得者向けの生活福祉資金貸付制度等、各種支援制度が用意されており、市の単独事業として本制度を実施する必要性や有効性が少なくなったと判断し、今年度をもって廃止するものです。以上3件につきまして、よろしくご審議の上、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。以上です。これをもって提案理由の説明を終わります。これより総括質疑に入ります。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これをもって総括質疑を終了いたします。ただいま議題となっております第91号議案、多摩市営永山複合施設駐車場の指定管理者の指定についてから、第101号議案、多摩市私立高等学校入学準備金貸付条例を廃止する条例の制定についてまでの3案は、子ども教育常任会に付託いたします。お諮りいたします。議事の都合により、12月10日は休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって12月10日は休会とすることに決しました。以上で本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。